こんにちは、松本直之です。今回は新規収納とドラゴンクエストの共通点について話をしてみたいと思います。皆さん、ドラゴンクエストってご存知ですか？テレビゲームなんですけども、1986年が第1作目の発売になっていて、当時はまあファミリーコンピューターっていうそのゲームで遊ぶものでした。で、私が小学校ぐらいの頃に出たもので、結構有名なのでおそらくご存知だとは思うんですよ。で、まあちょっとシリーズが今どれぐらいあるのか分かんないです。10ぐらいあるんですかね、分かんないんですけども、このドラゴンクエストの話をするときに、その最近のをイメージされちゃうと私のと話が食い違う可能性がありますので、一応断っておきたいのが、私の頭の中でドラゴンクエストっていうと、あのシリーズの 1,2,3 ぐらいなんですよ。まあ言っても4か5ぐらいのイメージでお話をしますので、まあ同年代の方はその辺イメージつくとは思いますけど、10代20代の方がこの動画をご覧になったらちょっと違うんじゃないのっていう部分出てきますので、まあ、そこはちょっと置き換えてもらって、古いファミコン時代のドラクエぐらいの感じで見てもらえればいいかなと思います。ドラゴンクエストっていうのはロールプレイングゲームっていう分類になってるゲームで、簡単に言うとプレイヤーがゲームをやる人が主人公になって敵を倒しながら冒険を進めていくっていうような、そういうゲームなんですね。で、戦っていくうちにその装備が増えたりとか強くなったり成長したり、レベルが上がって成長したりっていうことで、敵もどんどん強い敵を倒せるようになって、最終的に倒すべきボスがいるっていうような、なんかそういうゲームですよね。で、この流れが意外に新規収納と似てるな、農業経営と似てるなって思う部分が、まあ、たくさんありましたので、この辺ご紹介していきたいと思います。まずドラゴンクエストっていうのは最初レベル1からスタートします。で、レベル1でスタートした当初は所持金あんまりないです。まあほとんどないです。ドラクエ3でいうと50ゴールドだったと思いますけども、所持金なくて装備も貧弱ですし、連れて歩く仲間もやっぱり弱いんですよ。そういう弱い状態からスタートします。で、新規収納もこれ結構似てて、まあ、新規収納というか新規参入の場合が似てると思うんですけども、いわゆる跡取り農家じゃない非農家だけど農業に参入するみたいな人たちが割と似てて、所持金あんまりないです。まあ、持ってる方もたまにいらっしゃいますけど、所持金なくて装備、いわゆるそのいい農地たくさん持ってるとか農業機械揃ってるよっていうことないですし、仲間もいません。その同じ事業、農業っていう事業をやっていくときに協力してくれる仲間、いわゆるまあ業務提携してくれる相手でもいいですけども、そんな大企業と付き合いませんし、取引先もそんな大きなとこといきなりしっかりとした価格交渉できませんし、仲間も少ない状態でスタートするんですよ。ドラクエの装備って最初ヒノキの棒とか布の服みたいな本当貧弱なものですよね。でも敵と戦っていくうちにお金が増えて強い装備を購入できたりとか、その洞窟でなんか強い装備見つけたりみたいなことがあったりして、どんどん強力な武器を揃えていきますよね。強い敵と戦えるようになってきますよね。農業の場合でも同じで、最初から有料農地っていうのはなかなか回ってこないんですよ。新規参入の場合、いきなりいい農地っていうのは借りられないです。もう地元の人たちで回しちゃうことが多いので、いわゆる不良農地って言われてるような形が悪いとか水はけ悪いっていうような農地からスタートせざるを得ないみたいな状況があって、装備っていうのは貧弱なんですよ。で、最初に揃える農業機械も、まあ、所持金とかそんなないですから、
やっぱり中古のいつ壊れるか分かんないようなものを揃えて、それでスタートしたりするっていうような状況、これがまあ経営を続けていく中でお金に余裕ができて新品のものを買ったりとか、あのいいのうちやっているその実績が認められていいのうちが回ってきたりっていうことがあるんですね。だから最初は大変なんですよ。それはドラクエも新規収納も同じです。でドラクエは敵と戦って強くなっていくゲームです。あの最初はスライムとかゴーストみたいな弱い敵から戦っていって、でレベルを上げていって装備を増やして、で最終的にそのドラゴンとかゴーレムみたいな強い敵と戦いながら最終ボスを倒すみたいなゲームですよね。まああのどんどん強くなっていくんですよ。戦っていくうちにどんどん強くなっていくんですよ。いやこれ農業者にも同じことが言えて、新規収納した当初っていうのはやっぱり弱いんですね。経営資源ないですし栽培技術もないです。でその商売の経験も乏しいですので、なかなかその強い敵と戦えないんですね。まあここで敵を何と見るかによってちょっと考え方変わってくるんですけども、例えば自分の地域の中でやっている他の農家さん、そのいわゆる競合する農家さんっていう風に敵を仮定すると、そのお客さんの取り合いになるわけですよ。証券が同じで同じ顧客を相手にした場合、その強い農家さんと戦わなきゃいけないっていうことがあって、これ最初から自分のやろうとしている地域にものすごい競合する強い農家さんがいたら、お客さん全部そっち流れますよね。普通に考えたらいいものを作ってますから、いいものを作ってる農家がいてそこと同じものを出していたらなかなか勝てないんですよ最初は。でこれちょっとイメージ湧かないかもしれないですけど、例えばそのある都市で飲食店向けにその洋食イタリアンフレンチっていう飲食店向けに野菜を卸している農家っていうものが、まあ、地元にいたとして、同じように飲食店向けに野菜を卸すっていうふうに新規収納したらもろ競合しますよね。でじゃあこの人の野菜の品質と自分の比べたらどうかっていうとやっぱり劣りますし、その劣った品質のものを同じ店に持ち込んでもなかなか取引先を変えてくれるってことって少ないと思うんです。だからこの辺の競合を考えないと新規就農者っていうのは敵に勝てないんです。いきなり強い敵が出てきますから、これすごい問題なんですよ。あのドラクエの場合は自分自身のレベルに合わせて敵も強くなっていくっていう風にゲームバランスを考えて作られてますけども、実際のその現実社会農業の世界ではいきなり強い敵出てきちゃうんですよ。あのいきなりドラゴンとかゴーレムがレベル1の時に出てくるんですね。でそれは絶対勝てないんですよ。だからここで重要なのは強い敵がいるところに収納しちゃいけないっていう部分が、まあ、すごく大きくて、僕はいけないって言ってもそうせざるを得ない場合もありますので、まあ、ダメっていうわけではないですけども、そこ考えなきゃいけないということなんですよ。あの有機農業の世界よくあるんですけど、その有機農業の町ってよくあるじゃないですか。でそこでそのいわゆるトップに君臨しているような農家さんのところで研修を受けて、その人がいる地域で収納するみたいなことをやってるから、まあ、有機農業の町みたいなのができてくるんですけど、この師匠と同じ証券で同じものを作ってお客さんの取り合いにならないのかっていうことはやっぱり考えなきゃいけないんですよ。まあ師匠がその規模拡大をしてなくて
取り合いになるどころか、まあ、たくさんお客さんもっといるんですよっていうんだったらいいんですけど、あの取り合いに顧客の奪い合いになってる状況がもしあるんだったら、そこで収納するっていうのはまず現実的におかしなことになってますので、レベル1でドラゴンとかゴーレムに勝てるのかっていうことを考えて、いや無理だなと思ったら収納値をずらすぐらいのことは本来は考えるべきじゃないかなと思います。ドラゴンクエストの世界では所持金50ゴールドからスタートするっていうのが、まあ、ドラクエ3ではそれは当たり前の話なんですけども、新規収納っていうそっちを見た時には実は裏技があって、所持金50ゴールド以上の金額を持った上でスタートすることができたりするんですね。まあそれが農業次世代人材投資資金って言われているもので、まああの旧青年収納給付金のことです。いわゆる国が補助金を出しますっていう制度なんですけれども、これを活用するとスタート当初の所持金が50ゴールドではなくて、ざっくり言っちゃうと3000ゴールドぐらいの所持金を持った上でスタートができるっていうような、そういう裏技があるんですね。でまあ裏技っていうほど隠れてないので、実際今新規収納してる人たちはまあまあ活用してるみたいですけども、この3000ゴールドっていう金額、これは結構大きな金額です。まああのドラゴンキラー買えるとか力の盾買えますよみたいな、そんな装備を持った上でスライムとかと戦ったら勝てますよね、簡単に。スタートからそんなすごい装備を持ってるっていう状況が作れるのが、そのいわゆる補助金制度なんですよ。ドラゴンクエストと対比をした時に、所持金3000ゴールドからスタートできるっていうこの状況、考えてみてください。勝つか負けるか分かんないような戦闘を繰り返しながら成長していくっていうところに冒険の面白さがあるんですよね、ドラゴンクエストは。それが最初から3000ゴールドあって強い武器がいきなり手に入るとかっていう状況、これってつまんないと思いませんか？ゲームバランスが崩れてしまうんですよ。そのゲームバランスを崩してしまうほど強力な支援になっているのが先ほど挙げた補助金制度ですので、実際その新規収納をして農業をやっていくっていう面白さを半減させてしまう可能性がありますので、ゲームと農業を比較した時には補助金制度っていうのはちょっと魅力を、農業の魅力を、面白さを半減させてしまうっていう可能性があることは覚えておいてほしいと思います。というわけで、まあ、あの今回絵っていうテーマ、農業とドラクエを比較するみたいな、共通点探すみたいなテーマで話を進めてきましたけども、実際に農業やってると本当にゲームをやっているような感覚で自分がどんどん成長していっているなっていうことが分かるんですね。強い敵と戦ってるなっていう感覚まではないですけども、強くなってるなっていうことは実感できます。でまあそのボス敵が何だとかっていう話はちょっとできないんですが、自分がその目的とする場所があって、そこの目標に向かって進んでいく、その楽しみは現実社会ですごく味わえますし、ドラゴンクエストはゲームオーバーになってもお城に戻されて、あの所持金が半分になってまたスタートできますけど、農業の場合は失敗したらそこでゲームオーバー、本当におしまいですから、そういうリスクも伴いますけども、あの実際にやってみると本当面白いですから、ぜひためらってる方がいらっしゃいましたら、ゲームをやってた頃のあの熱い感動を思い出してもらって、ぜひ参入してほしいなと思います。今回は以上です。どうもありがとうございます。